ああ、鈴木さん、和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さん着いたね。いえ、それがデビルキラーという連中に絡まれました。何事ってなるのデビルキラー、あの暴走族みたいな連中のことですよね。有名なんだ。彼らにレースバトルを申し込まれました。え、レースバトル？まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。そこそれでどうなったんです？そこ勝ちました。デビルキラーに？ええ、そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。全部言うやん。レースバトルで倒すことが、もうあれめちゃめちゃ面白かった。松村の、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ、そこじゃねえだろって。松村は唯一だ話が分かってくれると思ったらさ、いや、お前は何、それでどうなったんだ？勝ちました。冒険、ああ村松か、村松だ。もうボケしかいねえじゃんここ。ああ鈴木さん、お疲れ様です。どうかされたんですか村松さん？いや、まあちょっと、村松くん少し外すから電話が来たらお願いね。ああ分かりました。え、臭い？どうした村松くん、どんな感じね？誠に遺憾ながら状況は著しくありません。何の話？バッテン困った場合、鈴木さんパソコンは詳しくなかね？いえ、それほどでは。そうね、いや、さっきからそこのパソコンの調子が悪かったい。急に動きが遅くなって、草なんだこれは。どうしました？これは空のウィンドウがどんどん増えて止まらないぞ。ついにやられたか。これはあれだ、サイバーテロだ。お前なんか変なサイトでも見たんじゃねえの村松。サイダーテロ？何ですかそれは。サイバーテロだろ。誰かがうちのパソコンばハッキングしちょっちゃなかね。鈴木さん、どげんすればよかと。サイダーテロ、クッキング。ちょっと待って、このタクシー会社ボケしかいねえじゃねえか。パソコンについては私もあまり詳しくはないのですが、今会社の人間はみんな詳しくなかよ。バッテンソンパソコンには大事なデータが山ほど入っとうとよ。なんです、なんかもっとちゃんと採用して。今は鈴木さんが頼りばい、どげんができんねん。わかりました。できるか。わかるな、お前素人が触るパソコンが一番やばいから。できる限りやってみましょう。それではまず箱を叩く、キーボードを押しまくる。まあでもランケーブルということを信じて紐抜くか。紐を抜く。パソコンの後ろについてる紐、私はあれが臭いと感じます。いやいや、ワンチャンで、まあでも強制終了って最強だから。紐、あ、ランケーブルね。よかったよかった。で、どげんすればよかとね。引き抜くんです、力の限り。ちゃんとあれせえ、カチッてやってからよ。え、爪は、ランケーブルの爪大丈夫？どげんね、これでよかっちゃろか。いや、抜いちゃいや。あ、ね、意地悪しないで、早く元に戻して、ね、いや、抜いちゃいや。鈴木さん、これなん、ね、パソコンからエロか声が鳴ったんだ。意地悪しないで、早く元に戻して。こっちが聞きてよ、これなん、抜いちゃいや。しまった、罠だったようです。社長、ね、我々の行為は相手に読まれていたんです。いや、違うよ。意地悪しないで、どげんことね。おそらく紐を抜くと、何これ、鳴き声が出る仕組みだったんです。こちらの対処を封じるために。いや絶対違うから。この絵図を描いた人間は先の先を読んでこんな仕掛けをくしてやられたのバカ。いや、抜いちゃいや。バカ、バカ、ちょっとちょっと、
事務所で焦げん妙な声も出されちゃまずかよ。鈴木さん、はよなんとかして。それでは次に元に戻して。スイッチ切れ、スイッチを切ります。よかよか、もう何でもいいけん早くやってくんね。それでは失礼して。早く元に戻して。焦げんね、ダメです、変化がありませんね。まずい、くそ、もうお手上げまい。落ち着いてください、社長、まだ手はあるはずです。次は箱を叩く、パソコンを叩きます。よかよか、もう何でもいいけん早くやってくれて。それでは失礼して。はぁ、おらぁ、落ち着いてください社長、まだ手はあるはずです。次は紐元に戻す、抜いた紐元に戻していきましょう。そうか、早く、喘ぎ声は卵を抜くなと一等。鈴木さん、グッドアイデアばい。お、声が止まった。鈴木さん、これなんで、ね、セリオが止まったばい。そうよ、そう、残念ながらこれも読まれていたようです。このままじゃ職場の雰囲気が崩壊するばい。鈴木さん、焦げんだったらもう最後の手段しかなんかよ。最後の手段、パソコンから電源コードば引き抜く。電源がなかったらパソコンも叩く箱ばい。でもそれはパソコンのハードディスクに大きな負担がかかります。なんでそれはわかるんだよ。データが失われるかもしれませんよ。バッテン根性強じゃもはや仕事にならんて、他に手はなか。ですがまだデータに実害は出てません。喘ぎ声が出てる。もう抜かないでね、お願いよ。そうよ。いやいやいや、まだ諦めるのは早くありませんか社長。もう手は尽くしたまい。焦げん声も聞いとったら俺はおかしくなるまい。行くけんね、これで決着はつけば、つけちゃう。止めんでよ鈴木さん、ダメまい。村松さんの言う通りです社長、その紐だけは、紐にだけは手を出すべきじゃない。そんな予感がします。バッテン焦げんな声も聞かされてしもうたら、うちの事務所が妙な誤解されるやろうもん。いや音量下げろよ普通に。しかしその箱には重要な情報が入ってると伺いました。それでもいいのですか。それを言われると、ちょっと何やってるんです。あー、平川さん戻ってきたとね。それよりこの喘ぎ声止めてください。セクハラで訴えますよ。それが止めらんとよ。サイバーテロでパソコンが操作できんと。サイバーテロ、どれです、ちょっと見せてください。ああ、これはジョークプログラムですね。データを盗んだり壊したりとか、そこまで悪質なものじゃありません。平川さん、バカ言うのやん。それでは私のウイルス対策ソフトを入れましょう。ウイルス対策ソフト、今時ウイルス対策が常識ですよ社長。何も対策されてなかったんですか。素言骨わからんもん。まったく、さ、これでいいですよ。喘ぎ声が止まった。おー、やったばい。平川さん、これでもう大丈夫とね。ウイルスは駆逐されます。進撃の巨人みたいになってきた。でもね社長、村松くん、あ、このプログラムってアダルトサイトによく紛れ込んでるんです。だって今後は業務用 PC でそういうサイトを見るのは遠慮していただきますよ。な、し、しっけーな。確かにこれは僕の使っているパソコンですが、ぬぬぬぬ、ぬれぎぬだ。そうよ、見とらんて、証拠もないのに、そげんこと、平川さん、そりゃセクハラばい。鈴木さん、おって助かった。これは感謝の気持ちさえ受け取ってくれね。何、おお、スマートいいね。ふ、まったく人騒がせな人たちだ。お前だよ。すごい、なんだこれ、なんなんだ、なんなんだよ。